こんばんは、浜村淳です。ただいまから戦争をテーマにしました、これが実によくできた映画を2本続けてご覧いただきます。1本目は1977年の大作、遠すぎた橋です。そうです、第二次世界大戦の真っ最中、ほとんどヨーロッパ全土にドイツ軍は攻め込んでおりましたが、1944年ノルマンディ上陸作戦に連合軍が大成功を収めましてから、ドイツ軍はどん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 逃げて、つまり退却していきます。連合軍というのはアメリカとかイギリスとかフランスとかカナダとか、こういった国々の連合軍ですね。さあ、連合軍はベルギーを通ってオランダを通ってドイツ本国へ攻め込もうとしております。およそ100キロという道のりを48時間で進撃をしていく、それも各国々の軍隊の一番乗り競争になるんですね。さあ、そこまでは良かったんです。ところが大きな誤算がありました。ノルマンディ作戦に負けて退却をしているとは言いながら、ドイツ軍の精鋭はまだ至る所に残って固くなな抵抗を見せていたんです。この時の最高司令官、指揮を取りましたのは貴族出身のアマちゃんの軍人なんですね。で、この男がほとんど作戦の何かを知らず、とにかく突っ込め突っ込め、進め進めの一点張りやったわけです。上陸地点からドイツ本国までには5つの橋があります。それを1つずつ落とし、主力を結集して2つ落とし、3つ落とし、進んでいくのならまだしも、いきなり先に派遣する部隊、先遣部隊としてパラシュートでバーッとうんと先の方の地点へたくさんの連合軍の将兵を下ろしてしまうんです。さあ、連合軍はここに分断されました。ズタズタに下がれて孤立をした各グループをドイツ軍の精鋭が片っ端から撃って撃って撃ちまくって、攻撃しまくって、次々に倒していくんですね。結果的に言いますと、1万人の将兵のうち8000人が命を落としました。そして誠にドイツ本国へ攻め込むことが難しくなってきます。この映画を撮りましたのはリチャード・アッテンボローと言いまして、もともとイギリスの名優でしたが、監督作品としてはガンジーとかコーラスラインがあります。このアッテンボローが戦争の愚かしさ、戦争の虚しさ、そういうものを描こうとしてこの遠すぎた橋を撮りました。そうなんです、一人の無能な司令官の馬鹿げた命令によって一体どれだけたくさんの人間が命を落とすんでしょうか。それと同時に、戦争というものは一方的な大勝利はないということですね。勝った方も負けた方も被害は大きいのです。もう一つ、連合軍といえば聞こえはいいんです。これが一つにまとまってうまく働き始めましたら、その力は数倍になります。一つ間違うと点でバラバラになって収拾がつかない。それぞれ自分たちの思惑のその立場に立って行動したり発言したりするから、どうしようもないという弱さが露呈されてまいります。そういった戦争のバカバカしさというものを実にスペクタクルな戦闘場面を随所に入れながら見せていくのがこの遠すぎた橋です。登場するスターの顔ぶれの多彩なことどうでしょうか。ローレンス・オリビエ、ショーン・コネリー、ダーク・ボガード、マクシミリアン・シェル、ロバート・レッドフォード、ライアン・オニールと次から次へスターが顔を出します。この遠すぎた橋はもう封切り当時から大評判を取った作品です。さて、次にご覧いただきますのは、日本で言いますと昭和25年に公開されました頭上の鉄器、終戦間もない頃の作品で、アメリカ映画とはいえこれは色がついておりません。モノクロ作品です。これもヘンリー・キング監督で大変よくできた作品として封切り当時から評判になったものです。イギリスに基地を置きますアメリカの空軍部隊が、これがテーマとなっております。そしてこの空軍部隊は長距離爆撃機を持ちまして実に良い働きを見せるんですけれども、隊長の指揮判断の誤りで部隊の4分の1が飛び立ったまま帰ってこないんです。新しい隊長としてやってきましたのがグレゴリー・ペックですね。あのローマの休日のアメリカの新聞記者、皆さんたびたびご覧になったと思います。その他に白昼の決闘とかアラバマ物語とか、真面目な役がお得意のこの当時水も滴る美青年であったグレゴリー・ペックがやってまいります。この新しい隊長は部隊に向かって、隊員に向かって実に猛訓練と厳しい規律を押し付けてくるんです。これに反発をしまして多くの隊員が
他の部隊へと変わっていこうとします。しかしやがてこの隊長の厳格な規律を守らせる態度、猛訓練を行わせる態度にはいかにしてこの部隊の損害を少なくさせ、この部隊の働きを大きくさせるための目的があったかということを知りまして、だんだんと空軍部隊はこの新しい隊長に尊敬とそして理解と愛着を持っていくんですね。さあこの空軍部隊をテーマといたしまして、男の怒り、男の悲しみ、男の友情といったものが明確に胸を打つように描かれてまいります。今のようなジェット戦闘機の時代ではありません。翼を大きく広げて編隊を組んでゴーゴーと飛ぶ、その当時のアメリカの空軍部隊の姿には一種の男のロマンも感じさせます。さあこの映画を2本見た後お休みになりましたあなたは、おそらく今見た映画の数場面が次から次へと夢の中に現れてくるはずです。それを楽しみにご覧ください。1本目が遠すぎた橋、2本目が頭上の鉄器、最後までごゆっくりとどうぞ。